マハリクマハリタヤンマラヤンヤンヤン、魔法の国からやってきた。ということで、 As you can see, I'm a witch today.私は魔法使いです。ちなみに魔法使いは英語では女性と男性で言い方が違います。女性だったら Witch、 男性だったら Wizard。 皆さんもオズの魔法使い The Wizard of Oz ってきっと聞いたこともあると思います。ということで、今日は子供英語ではなくて子供魔法英語をお届けしたいと思います。突然ですが皆さん、魔法は信じますか？日頃私たちがお会いするママたちからよく聞く話があるんですけど、日本語で何回注意しても全然言うこと聞いてくれなかったのに、その言葉を英語にするだけですぐに言うこと聞いてくれたというような話をよく聞きます。例えばお家の中で子供さんがおもちゃで遊んでて、お片付けをしてほしい時、日本語でおもちゃ片付けなさいって何度言ってもなかなか片付け始めないのに、 Put the toys awayで英語で言ったらすぐに片付け始めた。まるで魔法の言葉みたいですよね。私たちはそれを勝手に英語マジックと呼んでいます。日頃お子さんを注意する時の声かけをちょっと英語に変えるだけで、ママやパパのストレスが減ったり、お子さんの英語力にとっても良い効果がある、一石二鳥ですよね。ということで、今回はそんな魔法のような効果がきっとあるお子さんを注意するときに使えるフレーズ、魔法の言葉を大きく3つのグループに分けていくつか紹介したいと思います。魔法を習得するときは実際に声に出した方が早く習得できるので、ぜひ私の後に続いて声に出して練習してみてください。では魔法の習得の準備はできてますか？まず1つ目の魔法が、何かをやめてほしいとき、してほしくないときに使える魔法の言葉です。やめるの stop を使って stop it、 stop that と注意してもすぐにやめないとき、そんなときは日本語でもやめなさいって言ったでしょっていうことありますよね。じゃあそれを魔法の言葉で言ってみましょう。 I asked you to stop that. I asked you to stop that. ちょっと長めの魔法なので、強弱をつけるとより英語らしく聞こえます。 Asked stop that を少し強めに言ってみてください。いきますよ。 I asked you to stop that. Yes. 続いての魔法は、それやっちゃダメ、そういうことしないでです。何々しちゃダメ、何々しないでは Don't から始めてください。 Don't do it. Don't do that.最後を it にするか that にするかは微妙な違いなんですけど、それっていう風に今お子さんがしてる行為を、指して言うのが it の方で、 that だとその行為も含めたそういうことっていうニュアンスになります。でも毎回その微妙な違いをいちいち考えてると、なかなかすぐに言葉が出てこなくなっちゃうので、あんまりそこは気にせずどんどん魔法使ってくださいね。そして don't do it, don't do thatって言ってもやめてくれないとき、そんなときこんな魔法も使います。 I said no。 そして次の魔法は、お子さんがふざけすぎたりダダをこねすぎたりして、もういい加減にしなさいって言うとき、これを英語にするとたった一語で言えます。この言葉をお子さんに言うときって、パパやママも結構怒ってて、日本語でも結構強めに大きな声で言うと思います。なのでこの魔法はとても強い魔法になるので、特別な時だけにとっといてくださいね。いきますよ。 Enough! イエーイ。では続いて、お子さんの言葉遣いや態度を注意するときに使える Don't don't magicです。 Don't don't magic は Don't 何々しないで
さっきも登場した魔法です。これを使って注意することができます。お子さんがでふてくされた時にふてくされないのっていう魔法、ふてくされるはパウチです。これは皆さんもご存知のクリスマスソング You better watch out You better not cry You better not pout でも登場する言葉です。なのでふてくされないのは Don't pout。 続いてすねる、すねるは英語で sulk と言います。すねないのは Don't sulk。そして次にふざけないでって言いたいとき、そんなときはおバカなっていうような意味の silly を使って Don't be silly。 それからふざけるって意味の fool around を使って Don't fool around。 それからわがままをやめなさい、わがままは selfish。 Don't be selfish。そしてお子さんを注意した時に口答えをしてきて、口答えしないのって言いたい時、そんな時に使える魔法、まず口答えするは talk back。 Don't talk back。 そして最後に3つ目の魔法たちはお役立ち魔法です。魔法界でもよく使われる魔法です。ちゃんとして Do it right、いい子にしなさい、 Be good、 我慢して、 Be patient、 それお行儀が悪いよ、 It's a bad manner、 言うこと聞いてね、 Listen to what I say。 Congratulations、おめでとうございます。皆さん今日からロジカ子ども魔法英語学校を、無事卒業された、正式な魔法使いです。今回一緒に練習した魔法の言葉を使う必要があまりないことを願っております。でもこの動画が日頃おうち英語を頑張っているパパやママの少しでもお役に立てれば嬉しいです。ちょっとでも役に立ったよっていう方、ぜひいいねをお願いします。それからもっとおうち英語に関する動画見たいなとちょっとでも思っていただけたら、ぜひ Subscribe to my channel。 Alright, see you in the next video. Bye! マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤン。